今ちょこっと出たんだけど、1番 あのメロディーと2番のメロディー若干違うんですよ。それなので、皆さん適当に歌っちゃって結構です。2番があのちょっとあの書いてありますよね、メロディーが違う。私はあの違うので歌いますので、もしそれで合わせられるんでしたらそれで覚えていただければ、分からなければ1番のメロディー。はい、続きましてはみかんの花咲く丘、はい、これあの先ほど紹介しました萩野さんにぜひ歌っていただきます。はい、どうぞ。はい、はい、これ昭和20年ちょうど終戦の頃ですね。この頃あのリンゴの歌が大はやりだったんで、あの花をテーマにする、リンゴの歌は実をテーマにしたけど2番センチになるということで、わざとみかんは実ではなくて花を歌ったそうですね。はい、では正解に行きましょう。みかんの花咲く丘です。
ありがとうございました。谷村さん、ありがとうございます。はい、そして次の曲ですが、これ昭和38年の違うよ、これそんなに昔じゃないで、昭和58、もしもしたら昭和58年ですね、1983年、ちょっとあれミスプリですね、はい、わらべが歌いました。私が悪いんだよ、私が間違えたんだよ。はい、まあ、感想なしで歌います。はい、わらべが歌いましたね。そしてはい、
わらべってちゃんと掛け合いながら歌ってるんですよ。それ普通できないんです。でもあの2人で来たんで、すごい。ありがとうございます。すみません。で、またね、人のことさ、喋るなって言って自分が喋って悪いんだけどさ、ごめんね。いいんですよ、いいんですよ。今日もリクエストの紙あそこに置いてあります。ですから、もしまだ誰も、どなたも書いてらっしゃらないので、もし書く方がいたらば、どうぞリクエスト書いてってください。それでですね、10月からリクエストいただいたので、ほとんど消化はしているんですが、あくまでもリクエストいただいて全部にお答えすることができないんですよ。本当に申し訳ないんですけれども、お答えしてない曲もあります。それはですね、私の独断と偏見じゃないけど、私が選んでリクエストいただいた中からその時にあった曲を選んでいるので、全部にお答えすることができないので、リクエストいただいてもお答えできなかった場合は本当に申し訳なく思います。申し訳ないです。はい、大体ですね、歌謡曲、それから外国の曲、日本の唱歌、童謡、そういったのをいくつかずつこう組み合わせております。ですからこう偏りのないようにしているので、お答えできない場合もあったりするんですが、本当にそこでご了承いただきたいと思います。私の権限ですので。神さんが一番偉い。はい、そう、その通り。その通り。はい、まあしょうがないですよね。はい、はい、続きましては野に咲く花のように、これはダカポ、隣のね、佐野市出身で、佐野市の市の歌を作ったのもダカポなんですよ。結構いい曲ですよね。はい、では。かなり有名で、全世界で3000万枚も売れてるというすごい曲なんですね。はい、それでは行きましょう。花です。Thank you.
しい曲が鳴りましたね、はい、これどなたか歌って歌える人いない？若い、あ、マリさん歌える？うん、マリさん歌えます、はい、クッククックね、はい、これね、最初はね、ラン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 だったらしい、クッククックじゃなくて、それが作詞家のね、中村大志が青い鳥はクックでしょうということで、作詞家の悪意に言葉にもなく変えたっていうことなんです。はい、はい、はい、thank you.
出てきました。ありがとうございます。いかがでしたか。出てきてちょっとここへ来て。
ありがとうございます。はい、なんか周りが回んなくなりますよね。そうですが、目なんか回んなくなって大丈夫です。私は黙って、ここで引っ張りやればいいって言われて引っ張りだったのに。はい、では、あの吉永小百合さん、ふうに歌ってくださいね。小百合ちゃんが3人います。10月29日、スケトコミカンの復活祭でこの歌を歌いまして、10月29日、ずいぶん前だな。練習の成果を見せたいと思います。はい、山口さんね、堤恭平さんの曲が大好きなんですよ。そうそう。で、このまた会う日まではすごい、あのさ、ね、みのるさん、はい、あれなんて書いてあるか読める？
紆余曲折。あ、よかった、読めたよ。なんでこれかと思ってたら違ったんです。じゃあごめんね、紆余曲折ってどういう意味かっていうとですね、一番最初はね、知ってますよ、山口さん。入ってますよ、大丈夫です。そんなにマイク叩かなくても大丈夫です。最初はね、山陽電機かなんかのコマーシャルソングとして3曲ぐらい出してもらったんですけど、スミさんだけじゃなくてね、そしてダメだったんですよ。それなので次はなんとかっていうグループに歌ってもらったらば、ズーニーグ、そしたらば白い珊瑚礁もね、はい、そしたらばダメで、そしてでも堤恭平さんの曲を管理しているレコード会社のディレクターがこの曲は絶対ヒットする、大好き、いい曲だって言うんで、阿久悠さんに作詞を頼んで作ってもらったんね。別れの歌をね、そう、悲しい歌でやってもらったんね。そしたらばまたヒットしないわけですよ、全然。それなので、でもこの村上さんというのはね、このディレクターがもうどうしてもこの曲を世に出したいということで、阿久悠さんにもう一回パンチが効いてて明るい曲にすれば、明るい詩にすれば絶対いいんじゃないかっていうんで、阿久悠さんに頼んだら、阿久悠さんがもう嫌だと、ね、もう二度と作りたくないってもうずっと断ってたのが、この村上ディレクターが頼んで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 出来上がったのがこのまた会う日。それでね、あの阿久悠さんもどうしてもあまりにもしつこいんで諦めて、それで詩を作って、で尾崎清彦さんにパンチの効いた歌を歌ってもらって大ヒットした。そう、売れたおかげで印税はたっぷり入ってるのにね。阿久悠は本当だよ。この曲だけじゃないから、まあ、もちろんそうだけど、俺だってレコード大賞の150万枚かなんか売り上げてるんですよね。はい、では元気に歌ってください。また会う日まで。ありがとうございました。
はい、続いてはもう歌声の定番中の定番ですね。これをあのテーマ曲に使ってるあの歌声もあるんですよね。それなので、これはこんな曲を、はい、この曲を歌ってくれた大木さん、大木さんに須藤さん、益子さん、鈴木さん、4名の方、はい、お願いいたします。はい、この曲は明治から昭和にかけての史上最大のベスト10の中の1位を記録しています。これ TBS がね、NHK でも昭和の歌、心に残る歌200の中から1位に輝いている曲だそうです。はい、感想なしで全部4番まで続け、4番、3番ですか、4番か、4番まであるんだ。はい、ジャンジャンジャン。カラオケボックスとかカラオケスタジオとのマイクとは全然違うんですよ、これ。このアバンテの、川久保さんが非常に音響に凝ってまして、このスピーカーは素晴らしいスピーカーなんですよ。ある方が来て、こんなにスピーカーが入ってるのって言ったぐらい。それからマイクも非常に性能のいいマイクなので、ちゃんとこう回るようになってるんですね。だからやっぱりちょっとカラオケとかああいうところのマイクとはちょっと違うということを皆さんに申し上げております。いい音響ですよね。いい声の人はよりよく、そうでない人はそれなりに。どんなことですか。どっかでそんなコマーシャルだったな。なんか私の顔自体がね、それなりって、なんだい？自分を知るってことは大切です。はいはいはい、そうですか。はいはいはい。はい、はい、そして、最後の曲ですね。あれ、はい、
今日の日の祭はもうお時間が今 2,3 分前になりましたけど、ちょうど1曲終われば今日、はい、自然体験を通じて青少年が成長することを目的とした公益財団法人を運営し、運営していた金子が若者たちの友情を深めてほしいと作った、あ、金子翔一のことね、金子、はいはい、うん、はい、で、ハーモニーセンター、ああ、それは知らなかったね。はい、では、ハーモニーセンターっていう、その公益財団法人、うん、それを運営してたんです。今は一緒にやった人が理事長になってますね。はい。じゃあ、 なんか輪になって手をつないで、最後の歌を歌おうと思います。じゃあ何人かありますか。お気をつけてお帰りくださいませ。2月4日お待ちしております。